さあ始まっちゃう。さあキム・リレムのどうしちゃったのの空気から空気を変えるであろう若手選挙ね。はい、坂本かおりさんの、ショートが始まります。なんかもうかなり余裕がある表情をしてますね。なんとなく今日はその不満そうな表情っていうのがあんまりないなっていう感じがしますよ。さあもうこれはもうステップシークエンスなんじゃないかっていうね。もうもはや、そういう出だしですね。もうこの動きはもうはい、そういう風に感じますね。そっからスピードを加速していくという感じですね。すべてがこれをシークエンスだね。ダブルアクセルから、おお、てかやっぱりジャンプ降りた後に加速しますね。なんでしょうかね。ジャンプ降りた後の加速の方が早い気がしますけどね。加点も 1.32。すごい詰まってます。さあ、次はこれはルッツ。はい、素晴らしい。なんか不満がないですね。ちょっと。今はっきり言ってあんまり緊張してないぐらい本当にあの余裕があるなっていう気がします。スピンも非常に軸が良くて回ってますね。はい、演技をしっかりこうねあのする余裕も見しているんじゃないでしょうか。さあ後半フリップと、さあかなりスピード速い状態からトリプルフリップトリプルと、おお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 おもういつどこで滑ってもできるんじゃないかっていうそういう自信だなって思いますよ、俺は。なんかもうね、変な話、今止めてもう一回やってもいいかって言ったら OK ですよって言っちゃいたいぐらい、それぐらいなんかもうどこでやっても平気なんじゃないかっていうね、そういうこう感じですね。はい、っていうふうに僕は感じます。お客さんもノリノリですね。あの向こう側にいる方帽子かぶってすごい拍手してますね。はい、お客さんは見る余裕もある。はい、坂本選手あの演技の途中から僕お客さんの、表情を見る余裕さありました。はい、ねえ、見事です。何も不安はなかったですね。何の不安もないのかってちょっと感じちゃいましたね。はい、皆さん大喜びです。終始緊張はしてなかったのかな。なんだ、緊張感あったんだけど感じさせませんね、全然ね。あの演技始まる前から表情もあのいつものような不安のような表情がなかった気がするんで、本当にもうかなりいい状態だったのかなっていう気がしました。はい、ちょっと振り返っていきたいと思いますね。まあ最初でもあちょっとでもあんまりでもいつもよりは不安そうな感じじゃなかったかっていうそういった気がします。はい、さあ最初ダブルアクセルは本当に飛んだ後のスピード感はいつもよ通りだなって思います。素晴らしい。はい、でトリプルルッツ、はい、これもしっかりね回転が本当に足りてますよね。最近坂本選手ルッツジャンプが逆に良くてフリップがなんかテンションがついたことがあるっぽいので、
ルッツ調子上がってきてるのかなっていう感じがちょっとしますよね。うん、はい、トリプルフリップはどうかな。トリプルフリップ、トリプルトーループですね。全然回転はもう余裕で足りてるなっていう気がしますね。うん、ちょっと余裕すぎて笑っちゃうっていう感じ。逆にこう何も文句がないですね。うん、演技中も楽しめる余裕さがあったのかっていう、そういう感じです。うん、お客さんにも余裕があったのかなっていう、お客さんの表情を見てたんですけど、お客さんも彼女の演技、先生も正直余裕があったのかなっていう気がしますね。なんかもうなんかそんな感じがしますね。うん、はい、さあ得点が出るんですけども、どんぐらい出ますかね。はい、80点ぐらいでもいいんじゃないかなってちょっと思った気はしますけど、さあ点出るときも余裕が、お、79.24、うん、80点惜しい。はい、点を待つ表情にも余裕があるという感じになってましたよね。はい、そういうことですね。はい、次です。ヘイン選手はね、うん、マイちゃんを超えてるっていう、この構図ですからね。ヘンドリックスいっちゃいますか、このままね。さあ、ヘンドリックスをちょっとこのまま動画撮っちゃいます。ヘンドリックスは、まあ、ショートはなんとか乗り切っても、フリーがね、ちょっとうまくいってないので、まあ、ショートは難なく乗り越えてほしいなと思うんですけどね。うん、さあ最終滑走ですからね。さあ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 、最初はトリプルフリップから、うん、はい、見事に決めました。個人的には3回転3回転のルッツのコンビネーションがちょっとイーグルからダブルアクセル、見事ですね。さあここまではいつも通りなんじゃないかなって思います。うん、はい、スピンも柔軟性あっていいですね。さあこうコンビネーションはどうかな。トリプルルッツ、いける、トリプルルッツ、トリプル、あーマジかよ。ステップ、大きくステッピングアウトです。あれ、転倒と捉えちゃうかな。表情はいいですね。うん、表情は見せてくれますね。こういう演技は皆さんどうでしょうかね。日本の皆さん、表情をちょっと、ああいいですね、こうキックするとこ、ね、はい、そのうまく乗ってってるんじゃないかなと思います。あ、ステップシークエンス加点 1.746 速報しててますね。あ、スピン素晴らしいですね。表情は、うん、まあそうなるわな。
まあでも、どうなんだろう。悪くはなく、良くもなくっていう感じ。ジャンプが決まればっていう感じですね。あ、皆さん帰っていってますね。で、もうお帰宅ということで、はい、皆さん帰って、あ、皆さんぞろぞろともう帰っていって言ってますね。はい。ねえ、まあこんななったんですね。うん、お皆さんもう早速帰って、あ、お兄さんとアダム振付師に迎え入られてんですが、ちょっと文句を立てます。まあ、振り付けとかね、そういったところはいつも通り良かったと思うんですけど、フリップジャンプをこれはカウンターロッカー、カウンターの感じなのかな、はい、ちょっと難しい振り、これ最近ね、ベルギーでよく流行ってる入り方なんですけど、はい、っていう感じで、イーグルからのダブルアクセルは良かったですね。トリプルルッツ、トリプルトーもルッツは良かった気がするんですけどね。まあ、スピンとか他の要素はまあいつも通り良かったと思います。ただちょっとルッツのところ、トリプルルッツは良かったんですが、トリプルトーループは悪くなかったのに、それをやっちゃいけないんですよね。手をついたり、でも多分トリプルトーはこれ回転が足りなくなってくる折り方になってます。はい。でしかもステッピングアウトで手をついて、多分転倒扱いになる可能性も、まあ、ゼロじゃないんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。うん、悔しいね。まあまあどっちかではフリーのは心配かな。うん、まあ、ショートはとりあえずまあなんとか乗り切ったとして、まあフリーの方がぶっちゃけ心配なんで。うん、はい。男どもはまあなんていうのかっていう感じの表示になってます。はい。71.94 ですね。点数は悪くないんじゃないでしょうか。うん、お兄さんは満足してませんけど、まあ得、あ、5位か。はい、5位ですね。点数は全然悪くないですね。うん、まあとりあえず、まあフリーミスを、後半のルッツとかね、フリップでちょっとミスだけはやめてほしいっていうところですね。はい、ちょっとフリーのが心配だな。うん、はい。ショート坂本さんトップです。でも2位がイ・ヘインちゃんね。ヘイン選手はもう余裕があったので、はい、そう、なんかこうね、四大陸女王になってからさらに安定感増したのかなっていう、そういうこう感じがあった。いや、ヘイン選手2位か。三原選手3位。うん、点差ない。レビット4位、点差ない。うん、いや、これはちょっとどうなっちゃうのかなっていうね、感じですね。テネルのちょっと点がね。うん、リンカちゃん15位。まあでも点差がない。ピンザローネ14位か。そう、ピンザローネは10位。なるほどですね。あ、もう一人のベルギーの女の子はちょっと、あー、ポービンちゃんがいけなかったか。マジか。イリスカ・ブレイシナバもいけないんだよね、そばね。はい、という感じです。ヘインちゃん、なんていうかが結構すごかったなと思う。うん。はい。あとは、あ、ニコル・ショットめっちゃ良かった。うん。ニコル・ショット、トリプルフリップ、トリプルトー決めてね。前ちょっと早いとやってますね。マイ選手、トリプルルッツ、トリプルトーループの回転がちょっとクォーターかなんかついたかもしれないね、もしかするとね。だから今季一番の強いガッツポーズとともに、感極まりましたね。だからイーヘイン選手のジャンプが本当にこう余裕があるんですよね。ダブルアクセルも良かったし、トリプルルッツかな、フリップかな、トリプルルッツか
うん、3回転3回転のため素晴らしかったですね、うん、非常にいいためのいいジャンプだったと思いますね。で坂本選手はちょっと本当に人に違うなっていう気がちょっとしていて、もうお客さんもう余裕があったのかなっていう、全体的に余裕があるのかなっていう感じがあるので、ちょっとそういう異次元の演技だったんじゃないかなって思います。はい、うん、なんかこうもう一回やってくださいって言ってもやりなんかできちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。はい、っていうそういう余裕があった。はい、皆さんそろそろ帰っておりますけども応援お疲れ様です。はい、そうしていってかなり重さですね。うん、まあ、正直フリー緊張しますね。フリー結構緊張します。うん、だからレビットが4位にこればついて点差がないので、ぶっちゃけね、そこら辺のあれがちょっと気になるのでね。うん、はい、ペトロキナも良かったですね、68点。うん、エストニアペトロキナも個人的にはすごくいい演技で68点で、このペトロキナとかがまあその何だっけ、アメリカのテネル、そしてアメリカのアンバーグレーを上回ってるっていうところも結構面白いなって思うんですよね。うん、はい、あとクラコワ選手は 65.69 ですね。まあ、フリップと3-3頑張ったと思うし、よかったですが、まあ、シーザスが、まあ、ルッツこれ激しく転倒してますね。うん、まあ、トリプルとなんとかやったんですけど、ちょっとルッツの転倒は悔しくて60点になってます。でキムイネムがちょっとどうしちゃったのかなっていう感じですね。はい、最初のトリプルルッツで激しく転倒して、もう軸が斜めになっちゃいましたね。で、その後フリップジャンプでなんとかダブルトをつけるという形でしたが、60.02 に大きくね、順位を下げちゃってます。はい。ちょっとそういう感じですね。で、チェオンよりも以前の選手は先ほどお話ししたんで、ちょっと話しませんけどね。レビットも良かったですね。レビットも、チェック最初入念にしてましたけど、いや本当デビットも自信に満ち溢れた演技だったなっていう気がします。うん、はい、まあ多分チャンプのとこでちょっとあれクォーターとかあるのかもしれませんけど、ミスらしいミスはなかったんで、まあ彼女も良かったと思いますね。うん、ただアナスタシア・グアノマ選手、グルジャノ選手が、まあ、ちょっとね、まあ欧州選手権で優勝はしたんですけど、まあ、その優勝というものを持ってね、この世界選手権来てるっていうこともあってなのか、ちょっとね、硬かったのかなっていう感じですかね。うん、最初のフリップでミスって、まあその後ルッツと良かったんですが、もうこれもちょっとね、まあちょっとミスったのかな。うん、なので、はい、ただニコルショットが本当に良かったですね。うん、まあなんといっても熟練の演技で、彼女自身は一番良かったんじゃないかな、多分ね。そういう、そこまで言えるというかね。うん、非常にオーソドックスなんだけど、その中のこう、なんか、煮えたぎる力っていうのかな、なんていうの、そういう渋さがね、出てくるっていうかね、こう、ぎゅーっとこうね、熟成したそういう演技ですよね、ショット選手はね。うん、そういう気がしますね。うん、はい、という感じですね。まあ、三原選手ね、さっきお話した通りなんですけど、いや、もう本当に、もうね、うん、言葉がなくなったっていうかね、うん。いう感じで、はい、以上です。うん、面白かった。まあ女子ね、まあもうフリー自体かな。うん、全くちょっと誰が勝つのか、まあ多分坂本選手が結構金には一番近いとは思うんですけど、まあ当日のね、その状況とかは分かんないし、まあ結構フリー自体なんじゃないかなって思ってます。はい、うん、はい、ではありがとうございました。バイバイ。